取り戻せ正しい歴史と自分の体。ギニューの体力が 25% 以下でいつバトルに行って、で次はねギニューの姿になって悟空の姿になってくるから、ギニューは悟空の姿で、じゃあ悟空じゃない俺たちの姿になった。お前たちそれをどうするつもりだ。おいおい、オラとの勝負はまだついてねえぞ。俺なんですけどね。あ、ベジータも。何この顔。あいつは。本当に入れ替わってたんだな。ドラゴンボール集まったみたいな。おお、強い。強いベターボ。おめえの体取り戻さねえとな。あ、これ回復するの全部。一回やれば。やべえ。おあともうちょい25まで。何腹立つやつだろ。これよし、キダンがね、結構うざいね。バンバンバン。ギニュー、悟空の姿です。ギニュー、今度こそチェンジ。今です。来た。お、戻った。またしても貴様でしょ。おう、何これ。あ、止めるんだ。でかしたくるぞ。この人ってある。いや、あいつの能力あるけど、この人ね、何だろう。いけ、ボコレ。まずい。よし、ナイスです。ちゃんと元に戻りましたね。まあでも、もともとは、オラのこの体の形成。やべ。そんな。あぶね。あぶね。どうしよう。やだやだ、やれすぎ、やられすぎ。ちょっと逃げる。何が起きてるんだ。悟空さんとギニューが入れ替わるのは正しい歴史を探す。あとはギニューを倒せば全て歴史は元に戻ります。はい。よし、いいタイミングだったぞ。うどん、ドラゴンボールを奪われた失敗は大きい。それでこの体さえあればすぐに解決。何あれ、この会場の仕置きはなしにしてやる。おお、やばい。あ、連続エネルギー波か。あれ、なんだ。あ、毒にされた。やばい、マジであれ。スーパーヘッド。あともう一人だね。よし、オッケー。貴様の相手はこの俺だ。おお、しょ。まだ、やべやべ、ギニューと、グルドを倒せばいいだけ。格の違いを見せてやる。あ、なんか調子に乗るな、この無能が。俺のそばで息をするなとなっただろう。どうか、今度かと思い知らせてやる。ケースだけは行ってまであいつ、あー、何においすげえ、すげえ出た。何におい、超変わってる。超変わってる。超変わってる。
あべ。シュ。あれがうまいね。うわ逃げた。あれうざいよ。逃げたやれ。オッケー。あとは一匹だけ。食らってきちゃうからでも。お、あ、なんだ。クリアかなもう。え？お。とどめだ。師匠。師匠。回復よ。間に合ってくれ。ああ、そうか。これは別にやるのか。帰る。確かにギニュー最後カエルなんだよ、確か。元に戻れたみてえだな。くそー、今度こそ。あ、あ、そうだ、これだ。チェーン、もう行かねえぞ。そうそうそう、これだ、これ思い出した、この顔カエルなんだよね。あ、そうだ、なんか敵がいるんだ。そう、なんか新しいな、その時の改変者が。これでね、次もう、あれ、次でも終わり、これやっちゃえば、もう次も少しはマシな動きができるよ。とりあえず、クエストボードでも終わりだけどね、銀乳編。なるほど。お、レベルアップ。オッケーオッケー。時の巣に戻りましょう、一回これで終わりだね、次で。いや、なんか時の改変者出てくるんだっけ、うん、そう、なんかミラってやつが出てきて、これできんのかな、これ取れんのかな。次がね、きついね、結構。はい、ということで今回はですね、パトロールクエスト、うん、3番と4番やってきました。やってきました。結構ね、まあ、うん、まあまあって感じかな、まあ、S と A だったからまあいいんじゃない、結構、うん、そう、レベルも18だからまあまあだね。結構強くなってきたよ。能力もまた強化できるし。うん。次回でも5番やっちゃえばいいんじゃないかな。そうだね。クリアしちゃって。うん。5番が取れないんだっけ？ん？ 5 番が取れないんだっけ確か。わかんないけどね。前回取れなかったよね。まあとりあえずそれ確認、うん、また後で確認してみて。そうだね。うん。次回はパトロールクエストの5番をやっていきましょう。それではまた次回のどこでお会いしましょう。さよなら。バー。